ラパルマの民芸品、フェルナンド・ジョルトは、エルサルバドルの画家。原色を用いた、抽象画を手掛け、神、自然、人の調和をモチーフとした作品を多く発表した。ラパルマに、セミジャデディオスを設立した。小物や生活用品に絵を施した民芸品を作るコミュニティを築き、その作成手法を一般庶民に広めるなどの文化活動を行っている。ラパルマの民芸品は、 現在は、エルサルバドルの主要な産業品として知られる。1949年に、サンサルバドルに生まれる。国立大学を卒業後、フランス・トゥー・ルーズ、ベルギー・ロバイナ、アメリカ合衆国、ルイジアナ州などへ留学し、哲学、進学、美術を習得した。1968年より絵を描き始める。帰国後、ラパルマに移り、工房、セミジャデディオスを設立。 画家としての活動を始めた。セミジャデディオスは、神の好みを意味し、村に自生するコピノールの好みを半分に割り、側面に絵を描いたことに由来する。こうした小物や、生活雑貨に絵を描き、民芸品として販売する手法を住民へ広めた。1980年、内戦が激化すると、サンサルバドルへ移住し、工房、エルアルボールデディオスに活動の場を移した。 音楽会や講演会などの文化活動を精力的に行った功績が認められ2003年エルサルバドル国会より名誉あるエルサルバドルの息子の称号を授与されている2018年8月10日エルサルバドル文化省はジョルトが請求したことを確認したと伝えた69歳ボーツありがとうございます